イランのヤズドにあるバードギールと二重のドームを備えたアーブ・アンバール・アラブ建築で使われるマルコフ構造、バードギールとカナートによる冷却バードギール、ペルシア語、バードは風、ギールは捕まえるものの意、日本では災風塔とも呼ばれるは、自然換気のために伝統的にペルシャ建築で建築されている風を取り入れる塔である。デザインは、 風の取り入れ口が一方向にのみ向いているものから複数方向に向いているものまで様々である。この仕組みは古代エジプト建築にも用いられていた。多くの国に存在し続けており、ペルシャ湾岸のアラブ諸国、パキスタン、アフガニスタンを含む中東の伝統的なペルシア人の影響を受けた建築に見られる。バードギールが普及している地域は、 乾燥した気候で日中の温度変化が大きく、ほとんどの建物は断熱性の高い厚いセラミックで作られている。直射日光の熱、遮るものがない砂漠からの砂や強風を避けるため、窓は太陽から遠い場所に小さくしか作られない。多くの場合、バードギールは、夏季の間も凍結温度近くで水を貯めることができる、アーブ・アンバールと呼ばれる伝統的な貯水施設とともに、 設置され、貯水施設内の気圧の圧力勾配と蒸発冷却効果で水の温度を下げ、水が清潔な状態で保存されるようにしている。小さなバードギールは、伝統的なペルシアの建築では、シシュカンと呼ばれている。シシュカンは、今でもガズビーン島のイランの他の北部の都市のアーブ・アンバールの上に見ることができる。これらは、イランの中央砂漠で見られような空調設備というより、 換気装置として設置されている。バードギールとカナートを組み合わせ、夏の間は、モスク、学校、家庭などで、シャベスタンという冷却部屋が活用された。バードギールと古代エジプト住居起源前約1300年の、エジプト第19王朝ファラオやネバムンの墓の絵画に描かれている。現代のエジプトでは、マルコフや複数型でマラケフと呼ばれている。イランのバードギールは、 細長い通気口が並んだ登場の設備でダクトを通じて外部風を導く構造となっている。典型的なイラン住宅では、下記に居住空間として利用されるイワーンと呼ばれる半屋外空間の上部に設置される。バードギールは単一風光型と多風光型の2種類に分類され、海風などで一方からの見風が吹く傾向がある場所では、 単一風光型のバードギールが建てられる。多風光型は4方向に開口部があり、あらゆる方向からの風に対応できる。単一風光型と異なる点に、吸気と同時に排気が行える特徴がある。パキスタンの風窓は、板とセメントで作られた簡単な構造である。埃の多い日や寒い日には風を受ける面を閉じることができる。 近代建築のベンチレーターは負圧によって外気を誘引し外部に廃棄する仕組みだが、バードギールは制圧によって風を屋内に取り込む仕組みとなっており、両者の力学的メカニズムは異なるものである。村上修造らによって2005年に行われたヤズド地方での実測とコンピュータによるシミュレーションによれば、バードギールの裁量効果によって標準新有効温度で、 約摂氏2度の低下が見られた。アルミニウムの採用など新技術が盛り込まれ、ユタ州在温国立公園のビジターセンターなど、建築への活用がなされている。ありがとうございます。